私はあかり、33歳の会社員。夫のたくみ、4歳の娘ゆな、2歳の息子カイトの4人暮らし。二人の子の子育ては大変だが、共働きの夫と家事分担をしながら何とかやっている。最近、夫のたくみが究極の選択の質問をしてくるようになった。なあ、あかり、究極の選択なんだけどさ。イケメンだけど貧乏な男と、ブサイクだけど金持ちの男。結婚するならどっちがいい？イケメンは癒されるけど、結婚ってなるとお金も大事だからな。じゃあさ、世界一ルックスが良くなるか、世界一頭が良くなるか、どっちかだけを選べるとしたら、どっちがいい？いやー、悩むね。ルックス良くなりたいけど、頭がいいといろんな可能性も手に入れられるし。最初は私も楽しみながら答えを考えてあげていたのだが、何度もこんな質問をされるうちに、だんだん鬱陶しく感じるようになっていた。あのさ、究極の選択なんだけどさ、ユナとカイが川で溺れてるとするよね。一人しか助けられないなら、どっちを助ける？何それ、決められるわけないじゃない。二人とも大切なんだから、何が何でも二人とも助けるわよ。ダメダメ、究極の選択なんだから、どっちか選ばないと。じゃあ自分の親と子供だったら、見放すとしたらどっち？遊びでもそういう質問はやめて、考えたくもないし気分悪いわ。なんだよ、ただの遊びなのに。じゃあ匠は答えられるの？あかりが答えないんだったら答えないよ。ああ、ノリが悪いな。そんな質問をしてきて何が楽しいのよ、気分が悪いわ。そんなある日。なあ、あかり、究極の選択、家事だけするか育児だけするかだったらどっちがいい？またそれ。でも答えないと子供みたいにふてくされるし、適当に相手してやるか。育児かな。育児は大変だけど、家事だけになったら子供たちと全く関われないんでしょ？それはやっぱり寂しいよ。なるほどね、あかりならそう答えると思った。やっぱりあかりはいい母親だよな。私が答えてあげたことで機嫌が良くなったたくみは嬉しそうな顔をして去っていった。この時はその質問のことをあまり気にしていなかったのだが、週末。ママ、大きい公園行こう。僕も行く。わかったわかった、準備するから待ってて、パパにも言うから。お、どっか行くのか？大きな公園に行きたいみたい。車出してもらっていい？ああ、そうなんだ。いや、俺はいいや。俺は家で家事をしているから、3人で行ってきなよ。え、なんで？いつもは一緒に行ってるじゃない。今日は俺は家にいるよ。車の運転はあかりもできるだろ？できるけど、大きな公園で2人の子供を見るのはすごく大変なの。匠も来てくれないと困るよ。いや、あかり、こないだ言ってただろ、家事より育児の方がいいって。俺はぶっちゃけ育児よりも家事してる方がいいんだよ。いや、あれは極端な例え話でしょ。別に育児だけがしたいわけじゃないから。なんでだよ、自分で育児したいって言ったくせに。役割は分担した方が効率的だろ。とにかく今日は俺は行かない。さ、掃除からしようかな。ママ、早く行こうよ。あ、うん、ごめんね。何よそれ、あの質問はただの遊びだって言ってたくせに、答えを都合よく言い訳に使って。ただいま、疲れた。パパ、ただいま。おお、おかえりおかえり。やっぱり家事をするって言ってたのに全然やってないじゃない。結局家でダラダラしたかっただけでしょ。それからも夫は懲りないようだった。ねえ、究極の選択なんだけどさ。またいい加減にしてくれない。これで最後にする。ズバリ、浮気する俺と浮気しないブサメン低収入な夫、どっちがいい？ブサメンで低収入でも浮気男よりはいいでしょう。後者かな。本気で言ってんの？もう目も当てられないような顔の男でも、子供を養えないぐらい貧乏な男でも。うぅ、めんどくさい。どうせ自分の方がいいって言ってほしいんでしょ。はいはい、確かにブサメンとの貧乏生活よりはあなたの方がいいかもね。やっぱそうだよな、やっぱ俺はあかりに愛されてるな。何？ニヤニヤして。もしかして本当に浮気しようとか思ってないよね。その後、匠の生活に変化があった。なあ、あかり、これから毎週水曜日はさ、会議で残業になりそうなんだよ。だからその日のご飯は適当に外で食べてくるから。そうなんだ、わかった、毎週水曜日ね。匠の会社の方針で、今期から水曜日だけは残業で遅くなるということだった。それ以降、匠の帰宅時間が私と子供たちが寝た後の深夜になることも多くなった。そしてとある水曜日の深夜、ユナが夜中トイレに行きたいというので、私も一緒に起きた時に、ちょうど匠が帰ってきた。え？まだ起きてたのかよ。お帰り。寝てたんだけど、ユナのトイレに付き添ってたの。そっか。俺ももう眠いから、このままシャワー浴びて寝るわ。おやすみ。どうした、ユナ、寝ないのか？なんかパパ、いい匂いするね。シャンプーの匂い。え？何言ってるんだよ急に。寝ぼけてるのか？おかしなこと言ってないで、早く寝なさい。パパ、どこかでお風呂入ってきたの？え？
いや、パパは仕事で大変だったんだよ。これからお風呂に入るんだから、そんなはずないだろ。早く寝なさい。今、明らかに動揺してたわよね。それに、ユナが言ってたいい匂いって、まさか。翌日、匠の言動に怪しさを覚えた私は、匠との共通の友人に電話した。おこりん、久しぶり。どうしたの？ミさん、突然ごめんね。匠のことで聞きたいことがあるの。何かあったの？電話の相手はミサ。私の学生時代の友人であり、匠と同じ会社の同僚でもある。匠と私が知り合うきっかけを作ってくれた子だ。あのさ、匠からは毎週水曜日に会議があるから遅くなるって聞いてるんだけど、いつもそんなに遅くなるものなの？え？水曜日？うちの会社、今期から水曜日は農産業デーってことになったんだよ。え？農産業デー？うん。だからさ、水曜日だけは全員定時で上がっているの。もちろん匠くんも。そうなの？うん。もし匠くんの帰りが遅くなってるなら、会社の外で何かあるんだと思うよ。あ、黙り込む私に、ミサは事情を察したようだ。はぁ、そういうことか。実はさ、私もあかりに言おうか迷ってたんだけど、最近新しく入った派遣の子で、ゆうかって子がいるんだけど、その子、匠くんにべったりなんだよね。ちょっと距離が近すぎるからさ、なんか怪しいと思ってたところだったの。そうなんだ。思い過ごしかもしれないから、あかりには言ってなかったけど、あかりの話を聞いたら、なんだか怪しくなったわ。ごめんね、ミサ、変なことに巻き込んで。水曜日以外は普通に帰ってくるから、怪しいのは水曜日だと思うの。もし匠に何かおかしなことがあったら、教えてもらえないかな。うん、そういうことなら任せて。何かあったら連絡するね。こうしてミサは、浮気調査に協力してくれることになった。そして、翌週水曜日、ミサから写真が送られてきた。え？何これ？さっき、私も時間があったから、匠くんの後をつけてみたの。そうしたら、やっぱりあの派遣の子と会ってたのよ。それぞれ別々に退勤して、隣の駅で待ち合わせしててさ。かなりスムーズだったから、これまで何回も会ってるんだろうね。うん。これは言い逃れできない証拠だね。ありがとう、ミサ。今夜、匠を問い詰めてみる。その夜、私は匠を問い詰めるために、深夜まで起きていた。お帰り。え？あ、ただいま。こんな時間まで起きてたんだ。うん。匠に話があってね。起きて待ってたの。え？話？とりあえず、座って。なんだよ。毎週水曜日、とても楽しんでたみたいね。こんなところで、ゆうかさんとどんな会議してたの？え？こんな写真、なんで持ってるんだよ。それはいいから、こんなところで何をしてたの？いや、その、ごめん、魔が差しただけだよ。何笑ってんの？いや、ごめん。ただの遊びなんだ。もうしないからさ。相手にももうこういう関係はやめようってちゃんと言う。私に嘘をついて浮気しておいて、そんな言い訳で許してもらえると思ってんの？そんなに怒らなくていいじゃん。いや、もう無理。あんたとは離婚します。離婚って、おいおい、ちょっと待ってくれよ。冷静に考えてみろって。離婚したらお前、どうするんだよ。あかりだって言ってただろ？浮気しても俺がいいって。離婚したところでこの先、ブサイクで低収入の男にしか出会えなかったら、俺と別れたこと、きっと後悔すると思うよ。バカじゃないの？あんたが用意したトンチンカンな二つの選択肢で、私の行く末を決めないで。人生の選択肢は無限にあるの。お遊びの質問の答えを都合よく解釈して、自分は好き放題するなんて、許されると思わないで。嘘だろ？こんなことで本当に離婚するつもり？ごめん、もう二度としないから。はぁ、じゃああなたに究極の選択。このまま離婚しないで、小遣いなし、私からの愛情も子供たちからの尊敬の目も一切ない中で、 ATM として一生罪を償っていくか、さっさと離婚して慰謝料と養育費を払うか、どっちか選んで。そんな極端な質問選べないよ。あ、そう。じゃあ考えといて。明日には私は子供たちと実家に帰るから。こうして私と子供たちは実家に帰った。匠は私が与えた選択肢を決めきれないままだったが、私から全てを聞いた義両親が、お前みたいな奴は一人で生きていけ。離婚以外ない。仕方ないわね。自業自得よ。こういったことで私たちは離婚することに決まった。もともと浮気相手の優香にとっては、匠との関係は遊びだったらしい。私から優香に慰謝料を請求し、きっちり払ってもらった後で二人は別れたようだ。もちろん、匠にも浮気の慰謝料を払ってもらったし、二人の子供の養育費も一括で払ってもらった。元義両親が建て替えた分と、どこからか借りて作ったそのお金は、今後、匠が時間をかけて返済していくようだ。三ヶ月後。あ、匠から電話だ。何よ、もう他人になったんだから、用もないのに電話してこないでよ。ちょっと聞いてくれよ。あの後、会社で色々と噂が広まってさ、居づらくなって辞めたんだよ。年齢のせいか、次の仕事も見つからなくて、親戚の会社に住み込みで働かせてもらうことになったんだ。
仕事が辛くて逃げたいけど、親も許してくれないし、どうしようもないんだ。お金もないから遊びにも行けないし。へえ、そうなんだ。そんな愚痴を言うための電話？もうあんたとは他人なんだから知ったこっちゃないわよ。じゃあね。どうやら匠は今後選択肢のない過酷な人生を歩むしかないようだ。でもこうなったのも完全にあいつの自業自得よね。ただいま。おかえり。ママ、おかえり。離婚した後、私は実家で両親の助けを借りながら二人の子供たちと生活している。父親があんな男であったとしても、この子たちにはいろんな人生の選択肢を持てる人になってほしい。この子たちがいろんな選択肢を持てるように、私も仕事を頑張らなきゃね。